Executives Radio AM 1008 FM 933の ABC ラジオがお送りしています。経営者たちのラジオ。経営者たちのラジオ。さて、先週は株式会社フォーステックの竹村代表取締役社長と岸 CMO に経営者になったきっかけや経営者の悩み、失敗エピソードなどをお聞きしました。今週は経営哲学や成功の秘訣についてお伺いしていきましょう。今後、まさに今成功サクセスストーリーを歩き始めているんですけど、でも僕ね、竹村社長すごいなと思うのは、決してね、リベカさん、大きいこと言わない人なの。もう地道で一個一個やっていこうっていうことを常に大事にされてるから、なんかすごい経営を見ててもすごい安心感あるっていうか。そうですか。なんか無茶されないじゃないですか。そうです ね、地に足がついたというか。ついてますよね、はい、なんかすごくいいなって思いますね。どうですか、今お二方、経営は今軌道に乗り始めてるなっていう感触ってあります？そうですね、経営軌道に乗るというか、まだまだ始まったばっかりで、やっとこう広がってきたなというところと、全国からいろいろお問い合わせいただいたりとかするので、非常にこう反響は大きいかなと。すごい反響なんじゃないですか。そうですね、反響が多くて、それに対応するのが結構大変という形ですが、それはもう B2B みたいなものも、自治体もちろんそうです、はい、自治体さんももちろんそうですし、観光地ももちろんそうですし、それと合わせてやっぱり関係機関っていうのかな、その、IoT の会社たちからも、そうですね、相当なお問い合わせ来てるじゃないですか、はい、今で協賛企業さんとかも、お問い合わせいただくので、そういった意味では事業にこう賛同していただくような会社さんが今増えてきてるので、それはもう非常に嬉しい。この確かに先ほど、岸さんはおっしゃってた人が必要だよねっていうのはやっぱり必要ですね。すごい名前聞く名前だけで、普通じゃない会社たちがと、このスピードで商談進めてってるじゃないですか、そのなんて言うんだろう、事業スピードとか、っていうところは、そうですね、なんか竹村社長一見なんかおっとりしてそうなんですけど、ものすごいスピード速いですよね。この速さは本当になんか見習いたいです、本当に。いう感じですよね。これから従業員の方とか、これから多くの人たちがもっともっと注目されると思うんですね、その中でお二方それぞれが大事にしているなんか哲学というか、今どういうお気持ちにあるのか、竹村社長のなんか経営哲学みたいなもの、もし終わりになられたらちょっとお聞きしたいんですけど。そうですね、大事にしたいのはやはりこう長期的なビジョンというか、やはり僕ももともと IT の会社にいたんで、やっぱり短期的なこうビジョンが多かったんですね、それよりはこう、僕らもその環境問題とかに向き合ってますんで、もうちょっとこう長期的なビジョンで、いろんな物事を捉えれるような会社になっていきたいなと思ってます。具体的にはどんな感じのイメージですかね。そうですね、おそらくこう短期的にこう利益とかを求めようとしたら、いろいろやれることあると思うんですけど、それよりはその長期的に見て、環境問題に寄与することによって利益が出るとかですね。なるほどね。そういった視点で経営をしていきたいなと思いますけど。でもされてますもんね、実際ね。今できてるといいんですけど。岸さんどうですか。そうですね、私CMO という立場から言えば、やっぱり時代のそのほんの少し先のニーズをしっかり捉えるっていうことが大事じゃないかなと思いますね、つまりその早すぎても遅すぎてもダメというか、そういう意味では今ちょうどいい、ニーズというところにこのスマゴっていうのはあるんじゃないかなと思っていて。なるほどなるほど、そこを大事に育てていきたいなというふうに思います。ちょうどいいっていうのはなんかその感覚的なところであれなんですけど、どういうふうにちょうどいいんですかね。例えばですね、今世の中はね、そのデジタル社会真っ盛りで、そういうこう未来をこうイメージできる自分事としてちゃんと捉まえきれてるのかなって思うんです。なるほど。翻って僕たちの事業っていうのはとっても分かりやすいんですよね。なるほど。とっても分かりやすくて、実態があるものにとてもこう現代的ちょっと未来的なその IoT の仕組みであったり、環境問題の意識づけであったり、 SDGs の取り組みをこ うまく重ね合わせていった。なるほど。つまりちょっと先のニーズを皆さんに分かりやすく届けられる実態を伴ってお伝えできる、そういう製品を売っているということで、そこが僕らの最大の強みじゃないかなと思ってます。なるほど、そこがちょうどいいというか、いい、まさに時代に合致して。もうそうですよね、太陽光もそうです。太陽光というかね、自分で電源をね作れるとかね、
全てがそうですよね。そうですね。まあもうなんとなく僕は見えてきちゃってるんですけど、皆さんが、の10年後ってどんな感じになりますかね、今の話からだと。ちょっと稚拙な表現かもしれないですけど、まあ、日本中こう適切な場所にゴミ箱が置かれてて、でそのゴミ箱を置いた結果街もきれいになるし、例えば観光客が増えても何の問題も起きないみたいな、まあ、そういうこう街づくりというかですね、そういう日本の街がたくさんできてくることがいいかなと思ってますので、ね、はい、それを私は目指してやっております、はい、もう積み上げていくと。そうですね、いうことですね、はい、なるほど。そのためには今まだ従業員さんは少ないと思うんですけど、はい、これからいろんな従業員さんを入れていかなきゃいけないし、どんな方を求めてますか。そうですね、やはり事業としてはその、まあ、会社なんで当然利益求めますけど、まあそういった面ではなく、やっぱりその僕らの事業の活動にこう志としてこう賛同してくれるような方がいいかなと思ってまして、まあ僕らの今元で働いているものもほとんどがですね、この事業に賛同いただいて一緒にやりたいということで、まあ先ほどフランスの方のお話もあったんですけど、まあそういう方が多いので、まあそういう方と仕事は一緒にしていきたいなと思ってます。なるほど。どうですかね。まあまあ何でしょうか、ちょっとこう今時月並みですけど、こう例えばこう大谷翔平君みたく、うん、はいはい、まあ、その結果でしっかり示すこう、うん、プロフェッショナルなタイプがやっぱいいなと思いますね、うん、でその、まあ、仕事に対してこう誠実でこう努力をするみたいなタイプの人が一番こう欲しい人材かなというふうに思いますけど ですね。大谷翔平はなかなかいないと思いますね。まあいたら即採用です。即採用ですよね。はい、経営者たちのラジオ。経営者たちのラジオ。ここで思い入れのある曲をもう一曲。次は岸 CMO の思い出の曲をご紹介よろしくお願いします。はい。私はですね、スティングのイングリッシュマン・イン・ニューヨーク、大好き大好き、すごい曲ですね。はい、まあそうですね、まあいろいろ思いもあるんですけど、まあ僕は学生時代に、まあちょっとお恥ずかしながらディスコティックでバイトをしていた時そんなことだいたいディスコティックでバイトしたまあ当時黒服なんて呼ばれて、あ、そう、なるほど、業種でしたけど、まあ大体朝の5時ぐらいにお店がこう閉店になると、蛍の光の代わりにこれが流れるんですね。曲自体はやっぱりその誇りを持ってこう自分を貫く大切さを教えてくれる一曲。まあ僕九州福岡から東京に出てきたばっかりで、まあ必ずそのこの東京でね、まあなんて言うんだろう、何者かになってみたいなと。なるほど、いい話じゃないですか。まあこの曲を聴いてました。なるほど。というのでやっぱりこのスマゴを見つけたのがニューヨークということもありますんで。なるほど。この一曲、まあ、お後もよろしいよ、ね、この一曲を、まあ、止めなくていいですでもこの頃はイギリスにいました僕。あ、イギリスにいらっしゃった。て、うん、CD 買いましたもん。そうです、そうですよね。ポリスっていうのはね、もともとあれだったんですけど、はい、本場ですね。うん、もう大好きで、ウォーキングオンザムーンとかね。まあそうですね、いい歌いっぱいありますね。たまんないですね、はい、でもすごい嬉しいです。なんか、うん、そういう思いだったんですね、東京出てこられて、ね、そうですね。なるほど。東京もには負けないぞと思ってましたいう感じだったですね、はい、ありがとうございます。経営者たちのラジオ。経営者たちのラジオ。プライベートのことなんぞ、はい、いろいろお聞きしようかなと思うんですけど、そもそもプライベートってあります？なんかもう竹村社長のこの事業のこの感じで見てると、まあ、なんかずっと仕事してるイメージがあるんですけど。そうですね、プライベートやっぱり減りましたけど、うん、やはり私スポーツが好きで、まあ、体を動かすことで、まあ、ストレス発散みたいなことで、まあ、スポーツをする時間はなるべく取って週末サッカーやったりとかマリンスポーツやったりとかしております。マリンスポーツやられるんですか？はい、サーフィンをやってます。そうですか。岸さんはなんか趣味なんかいっぱい多彩そう。そうですね、うん、でもまあ大体休みの日は掃除洗濯あと近所のライフにお買い物みたいな
そんな感じですか、ね、でも買い物楽しいですよね。買い物好きです、ね、スーパーに、ね、スーパー行くのとか大好きです。なるほど、はい、なんか趣味は一応旅ですって書いてますけど。あ、書いてますね。あの旅行じゃなくて旅ですって書いてますけど。そうですね、まああの一人でフラッと行くこともありますし、うん、まああのね、仲間と行ったりとかってこともあります。なるほど。国内外問わず、ご家族で、ご家族で行くこともありますし、はい、一人で行くこともあります。なんかお二人ともなんかこう毎日生活してる中でなんかルーティーンっていうか、これだけは欠かさずやってるよみたいなことってなんかありますかね。朝食の時に大体私はヨーグルトと蜂蜜をあの一緒にかけて食べるというのをあの毎朝やってますが、まあそれが体にいいかどうかちょっと分からないんですけど、はいはい、それをなぜか習慣化してやっております。岸さんはどうでしょうか。僕ちょっとラジオこういう場所で言っていいのかどうかなちょっと迷ってるんですけど、ね、あの大丈夫ですか。あのこれしますんで。あ、編集ありですからいいですよね。いやあの未だにやってるんですけど、ちょっとあの、まあ、毎朝、まあ、ほぼ毎朝ですけど、あの、まあ、あの姿見の前で、こう全裸で何でしょうか、あのライオンキングみたいなことやってますね。今日はトラとか今日はライオンとかつって。ちょっとですか、あの放送できないカットそうやってこう自分と対話してるんですよ。 あのほらいろいろご家族もあるからそうそうそうここはじゃあカットしてください。それすごいなんす、自分が好きっていう感じ。いや自分が好きっていうよりも、うん、なんかこう鼓舞する、鼓舞する、気合い入れるみたいな、うん、あのなんか変にジムに通って1時間2時間筋トレするよりも3分間自分でこう体こう見てる方がよっぽどこう体の維持はできてるんじゃないかな。なんか名言だけどなんかすごく説得力あるけどちょっとなんか想像すると大丈夫です。若干気持ち悪いですかね。なるほどね、はい、なるほど。そういうルーティーンはあります。旅の話してほしかった。まさかのルーティーンでしたけど、でも女性がなんか毎朝鏡に見ながら化粧をして自分のテンション上げていくのとなんか近いのかなっていう女性的に、もうまとめ方、まとめ方が本当もうこれも面白いよ、トリコ社でしょ。でも今の話はあのでもこれだけこうね、あの楽しくておしゃれな会社がゴミ箱にこうフィーチャーしてなんか世界を日本を変えていってるっていうのがとっても興味深いなと思いました。うん、いやでもそうか、先ほどもちょっとお聞きしましたけど今後未来を含めて10年後俺はどうなっているんだろう、はい、どこにいるんだろうみたいなことって、なんかそうですね、うん、まあ、あの自分のこともそうなんですけどやっぱり多分僕らがあの、まあ、いなくなった後の子供たちとかがやっぱ住んでいく地球とかが、はい、まあ、本当に多分大変なことになってるっていう状況をやっぱり防ぐのが今の世代の僕らかなと思うので、いや大変とんでもないです。素晴らしいですね。なんかまあただできることはあのかなり少ないと思うんですけど、まあその一部でも多少でもできればいいかなと思ってます。うん、そういう思いで仕事できるっていうのは最高っすね。でもね、まああの、うん、本当にいいものには出会えたなとは思ってますけど、そうですね、はい、素晴らしいですね本当にね。えでももうこれからねフォーステックさんがもう世界をあのどんどんなんていうんだろう、変革していくっていうか住みやすい、うん、あの国にまず日本を変えていってくださるし、うん、アジア圏でもねどんどん進出していってあのご成長していただくことをね本当に僕はあの陰ながら、うん、あのご支援させていただきたいと思ってますんで、ありがとうございます。ありがとうございます。もうあっという間でしたけどね、え、はい、何かもう嬉しいですね今日ね。そうですね、はい、そうですね、もうなんか岸さんのあまりにも広告マンとしてのオーラがすごすぎて今日はちょっと押される一方でしたけど。そんなことないんですけどねえ、でも2人の出会いってやっぱり大きかったんでしょうね。そうですね、あのただ逆にこうサラリーマン、お互いサラリーマン時代にこう出会ってた時はあんまりこう仕事の話というかどちらかというとこうプライベートの話が多くてあまり深いこと話せなかったんですけど、意外とこうまあ僕も事業立ち上げて深いこと話すことによって非常にこう意思疎通というかですね、かなりこうお互い共感できた部分が非常に多いので、まあそれは本当にあのまあ事業を始めて得たこう宝物というか、まあそんなはい感じで私はいますね。はい、ねえ、なんか深みが増していくっていうかね、お互いでという感じなんでしょうね。はい、まあ、なんかあの竹村本当あの、ね、あの僕も本当年齢差はあまり感じないんですけど、
彼はその答えに向かってものすごく直線的にシンプルに向かっていくんですよね。その力がすごくこう勉強になるし、僕も学ぶことがあって、なんかあの自分はこうあっち行ったりこっち行ったりこう寄り道ばっかりして遠回りばっかりしてたんですけど、彼といるとすごく答えにシンプルに向かっていくんで、なるほど、そういうところがとても一緒に仕事をしていてもあのリズムがいいというか楽しいですね。なるほど。でもそれすごく感じますよ、僕竹森社長から。だからそう余計なことを省いて、じゃあこれどうすんのっていろんな問題が起きるじゃないですか、はい、ね、今言えること言えないこといっぱいあるんだけど、はい、でもすごい落ち着いて一個一個ちょっとやっぱり時間をかけてちゃんと考えて、であのすぐに行動に移すっていう、なんかそこのなんか行動がここを最近ご拝見してて素晴らしいなって、今のことが答えでしょうね、今のね、御社のやっぱり一番大きい強みなのかもしれないですね、はい、そうですね、経営を推進していく中でね、素晴らしいですね本当に、本当にありがとうございます。本当に今後ともよろしくお願いします。今後ともよろしくお願いします。はい、経営者たちのラジオ、AM1008FM933 ABC ラジオがお送りしてきました経営者たちのラジオ。経営者同士ならではの濃密な興味深いお話ばかりでした。いかがでしたでしょうか。いやー面白かったですね今週もね。やっぱりこの本当に竹村社長岸さんのこのコンビネーションとね、やっぱお互いが話すオーラにねただただ圧倒されてましたけどね、まあ、授業ではまたいいですよね。誰もがこう関わってくることってあんまりたくさんないじゃないですか、そうですね、とてもこうイメージ私もしやすかったですし、すごくこうワクワクするお話が私はとても印象的でした、だから本当に楽しみですねでもね。さあ、ここで株式会社フォーステック様より何かお知らせが、なんかプレゼントとかした方がいい。そうですね、プレゼント。あの女50代とか結構コスト大きいですけど大丈夫ですお知らせといいますか、何かこう PR 的なことがあればぜひ教えてください、まあ、私の方から少し、はい、あのまあ、あの今日本当にありがとうございます。ありがとうございました、ね、まあ、あのトークの中にも出ましたけど、はい、やっぱりあのこれからまたあの日本にたくさん海外から観光でいらっしゃる方がたくさんまた戻ってくると思うんですよね。そういう皆さん本当気持ちよく快適にお迎えするためにも、でかつやっぱりその海のゴミを本当に減らしていきたいという思いも込めて、適切な場所に、まあ、適切なそのスマゴをですね、日本中必要とされる場所にたくさん広げていきたいと思います。でこれについてはその各行政自治体の皆さん、それからその地元で活動されている企業の皆さん、そういったあのたくさんのステークホルダーの方々とご一緒に作っていく、そういう事業ですので、え一人でも多くの方に関心を持っていただいて、え竹山社長経由で私どもフォーステックにいつでもお問い合わせいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。さあということで、あっという間のお時間でした、来週のこの時間も経営者たちのラジオをお楽しみください。それでは皆さんまた来週、さよなら。さよなら。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。経営者たちのラジオではリスナーの皆さんから疑問や質問を募集しています。メールアドレスは経営者@abc1008.com、経営者@abc1008.com。 竹山社長にお聞きになりたい質問などありましたら、番組メールアドレスまでご応募ください。またこの番組は放送終了後、 ABC ラジオ公式 YouTube チャンネル、もしくは株式会社タスク様のホームページ上でも配信しています。ぜひご覧ください。この番組は株式会社タスクと未来コンサルティンググループの提供でお送りしました。